どうも、こんにちは。今回は G ジェネレーションネオの隠しエンブレム、チキンオブチキンの取り方を解説します。別に強力なエンブレムってわけでもないし、いらなくね。まあ、通常ではまず使うことのないエンブレムですが、エンブレムのリストを埋めたいプレイヤーも多いと思いますし、実際、どこでどのように入手するのが簡単なのかわかりにくいと思いますので、その辺を解説できればと思います。確かにリストに穴が開くのは気に入らないな。じゃあ、ということで入手方法の確認をしましょう。はい、こちらが入手方法です。やっていれば取れそうな気がするけど。しかし、結構意図的にやらないといけませんし、CPU も脳筋というわけでもないので対象を思ったほど攻撃してくれません。さらに後半のシナリオになればなるほど、敵モビルスーツ兵士ともに強くなっていくので最悪撃破されることもあります。じゃあ、どうやるのがいいのかな。できるだけ最序盤でチートエンブレムをつけて挑むのがいいと思います。なので私が考えた構成はこうなります。ステージ2はポイント化されリアで行います。2話だと味方も弱いのでは？そうですね、さすがに1周目のガンダムで挑むのはきついので、2周目以降が望ましいです。そして、構成ですが私はこれで挑みました。結構ガチじゃないですか。それにブライトさんは環境じゃないの？それに関しては、まずアムロよりブライトの方が、指揮行動が上なので選出しています。この G ジェネネオでは指揮行動が全てなので、飾りでもリーダーにしておけばそれだけで2回行動ができます。なので、もちろん回避役はアムロです。なるほど、では機体の選出方法は？ブライトにはあることをしてもらうのでマップ兵器のある飛行ユニットがいいです。アムロは飛行ユニットであれば何でもいいですが、軌道が低いと回避が落ちますのである程度は軌道があるものがいいです。あと15回以上攻撃が来るので万一に備え HP も必要です。1万5000くらいあればいいでしょう。ユニットを揃えるのが大変そうだな。安全にやるならこのくらいはあってもいいです。それでは、実際の映像をどうぞ。では、スタートします。まず、ブライトを出撃させて行動範囲を広げます。戦艦近くでやると敵のゾロが戦艦を狙うようになるので、なるべく離れたところでやりましょう。続けてアムロのゼータも出撃。アムロは指揮範囲内で敵に突っ込ませます。ブライトは例の作戦のため、移動。特に何の変哲もない感じだが。アムロはさらに突っ込ませます。ベイトたちは全滅するとゲームオーバーになるので、遠くへ逃げてもらいます。てか、あんたゲームオーバーになったんだな。時間かけすぎてやられました。回避成功です。これをあと14回やらなくてはいけません。結構だるいな。さてと、あれをやるか。何をするんだ？よし、エアリューショーを撃て！ああ、ちょっと何やってんだよ、友軍に当たってるぞ。いや、彼らには消えてもらいます。このまま放置しておくと敵がどんどん倒されてしまいますので。やる気満々じゃねえか。本当に友軍に全てやられそうな勢いだな。1周目だと友軍の方が弱いのであっさり撤退しますが、2周目は嘘が強くなりすぎてます。
あと、友軍がいると敵がそちらにばかり攻撃しますので、早めに消しましょう。ここで敵の追加です。では、ウッソには消えてもらいましょう。ダメ押しにもう一本。あとはひたすら避け続けるだけです。これで回避15回になりました。
特に何も起こらないようだけど。はい、このチキンオブチキンというエンブレムは、実際にクリアして次のステージに行かないとわからないんです。何それ、数え間違ってたら最悪だな。なのでクリアして確認してみましょう。見事ゲットしました。エンブレムの能力は労力に見合ってないけどな。と、まあこんな感じで入手できますので、ぜひ、参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。